我が家の猫かけるには、旦那の元嫁が拾ってきた猫。それ以前に元嫁が拾った猫が、すでに1匹いたので、合計3匹になったのだが、うち1匹を特に可愛がっていたそうだ。離婚する際、元嫁は、その1匹だけを引き取り、自分に懐いていない猫かける2を置いて行ってしまった。旦那は、そもそも猫が嫌いだったので、連れて行かないなら、新しい飼い主を探すように言ったそうなのだが、そんな、可愛くない猫なんて、飼い主見つからないから、と押し通して出て行ったらしい。さすがに4から5年も飼っていると、情が移るので、猫嫌いの旦那でも、保健所に連れて行くということはせず、自分で飼い主を探していたそうだけど、人に懐かない性病なんて、もらい手が見つかるわけがない。その状態が1年くらい続いた頃、私と付き合い始めたんだけど、私が猫大好き人間だったので、私にその子たちちょうだい。と、猫をもらうことになった。同時期に、私の勤め先が倒産したりだとかいろいろあって、どうせ、猫の飼い主になってくれるなら、うちに住めば?と、旦那が誘ってくれて、同棲から結婚することに。で、猫たちと実際に暮らすようになったのだけど、確かに2匹とも懐かない。というか、むしろ、暴君、これはどうしたもんかなぁと思ってたんだけど、観察してるうちに、2匹とも、餌の食べ方や水の飲み方が異常だし、吐く時も、妙に苦しげにしてるのに気がついた。それでなんとか捕獲して、病院に連れて行ったら、どっちも、甲状腺異常とか糖尿とかが見つかった。甲状腺異常があると、興奮しやすいそうで、糖尿とかの体調不良も情緒不安定の原因だったそう。私の失業保険3ヶ月分がまとめて飛ぶくらいの治療費がかかったけど、半年後には2匹とも健康に。毎日格闘しながらインシュリン注射打った甲斐がありました。これは本当にびっくりしたんだけど、健康になってくると、あれだけ荒れてた性格が、すごく穏やかになったんだよね。痛くて辛いのに、誰も分かってくれないから荒れてたのかな。と思うと、本当にかわいそうで、全然人に懐かないと思われてたのに、今では、膝の上に2匹で争って乗ってこようとするくらい、人懐っこくなった。そうなると、猫嫌いな旦那もだんだん変わってきて、最近では、自分から抱っこしたり、撫でたりするようになった。そんな様子が微笑ましくて、写真を撮ってやったら、旦那はよほど嬉しかったみたいで、それを Facebook にアップした。暴君猫の話は友人間でも有名だったので、いろんな人が、よかったねーとコメントをつけてた。その投稿を元嫁が見つけたらしい。旦那と元嫁は Facebook で繋がってないんだけど、共通の友人が、旦那の投稿にコメントすると、それが、元嫁からも友人のアクティビティとかで見えちゃうんだよね。元嫁は、もともと猫大好きなので、猫の変貌ぶりに驚いたのか。旦那に電話したそうだけど、携帯電話を着信拒否していたために、今度は、家電に、古くて拒否機能がなかった。NTT のサービスも知らなかったのでそのまま。それを私が取ってしまったのだけど、旦那の再婚を知らなかったらしく、散々、どこの女?とわめかれた。こっちも元嫁なんか知らないから、何事?ってびっくりしたし。話しているうちに移動してたらしくて、家の前に来たから開けてよ。と叫ばれて、窓からそっと外を見たら知らない女が、携帯片手に立ってて、ギャーってなったわわら。もちろん家に入れず、旦那が帰ってくるのに合わせて、そのまま、近所のファミレスに連行。元嫁の言い分はひどいもんで、まさにすれたい通り。あんなに可愛い猫だと思わなかった。私が拾った猫なんだから、私に引き取る権利がある。よこせ。あんたみたいな小娘、元嫁の5歳下、に、猫たちや元旦那くんのお世話ができるわけないんだから、身を引け。だとか、散々ヒステリックに叫ばれたよ。2ちゃん見てたから、仕事用の IC レコーダーでこっそり録音してたんだけど、後日これを聞かせた弁護士が、これはひどいですね、って唖然とするくらいの凄まじさだった。当然、全部まるっとお断りしたんだけど、ストーカーみたいになったので、弁護士から警察へ。だけど、厳重注意しても、パトロールしてもらっても、網をかいくぐるように嫌がらせされる。
自営だから引っ越せなくて本当に困った。最終的に元嫁の実家に娘なんとかせんと裁判するぞと直談判に行ったら、あれはもう娘ではないと言われた。元旦那と離婚後、友人間でトラブルを起こしていたらしく、3度、裁判、民事 ×2、刑事を起こされた時点で縁切りしたと。そうは言っても、製造者なんだから何とかしろと強く求め、何とか元嫁を回収してもらった。元嫁実家も同じエリアで商売していたので、その辺に揺さぶりをかけた。その後、何の因果か、元嫁の甲状腺に悪性の腫瘍が見つかり、さらに転移？他の場所にも腫瘍が見つかったようで今も闘病中らしい。はい？だかに転移したせいで、相当苦しいとは聞いている。弁護士経由で、甲状腺の病気と共に戦う仲間が欲しい。同じ病気のまるちゃん、猫を引き取らせて、と手紙が届いたけど、入院しているだけでなく、余命宣告まで受けた人間に、可愛い猫を渡せるわけないじゃないか。それに、共通の友人から、元嫁が引き取った一匹の霊の猫、結局、面倒を見きれなくて捨てたって聞いてるんだぞ。まだ30代なのに、そんな過酷な状況に置かれたことは本当に気の毒だと思うけど、もう少しまともに物事を考えてほしいと思う。ちなみに、まるちゃんは、甲状腺方針があるけど、腫瘍じゃないし、手術、療養食、飲み薬でほぼ完治してます。ちゃんと治ったって話したのにな。